こういう感じで並べんの。分かっとまる。醤油はね、好きなだけかけて。またしてもやってしまった俺です。朝何時まで飲んだあれ、よく覚えてないです。覚えてないけど、今日は業務シリーズね。まだ酔っ払ってるんでテンションそんなに低くないですけど、今日はね、これだけはもう本当に使えるか紹介したかったのに、虚無ご飯、虚無ご飯4。めちゃくちゃ簡単なんですよ。これのレシピだと虚無だけど、全然虚無ってね、調味料いっぱい使ったりとかするやつもあるんだけど、これはマジ虚無です。ガチ虚無。使う材料はね、ご飯と卵とハーフベーコン、そんだけなんですよ。あとは味の素と醤油と胡椒だけ。これでうまくて超簡単なベーコン焼きご飯作りたいと思います。もう超楽です。でやっていきます。リュウジのバズレシピ。早速やります。炊いたご飯があるんだったら全然炊いたご飯ここに入れてもらってもいいんだけど、とりあえず今だいたい炊いたご飯は冷凍庫ストックしてあるんだけど、ストックが切れた場合とかこういうの常備してます。砂糖のご飯うまいよね。自分で炊いた米はかなりうまいけど、やっぱりね、これだけ手軽にできちゃう、このうまさってすごいっすよ。虚無シリーズも結構使う。特に多分何も喋る食べることはないんだけど、この電子レンジの、回せる時間を使って、まあ、今回ベーコン焼きご飯なんですよね。普通のベーコン焼きご飯ってフライパンで炒めると思うんだけど、フライパンでやるとやっぱ油も使わなきゃいけないし、洗い物も増えるし、火も使わなきゃいけないと思う。虚無な時に火なんか使いたくないんだよね。じゃあもうチン仕上がりますね。もうこんだけです。これあると便利だよね。これを茶碗に移すと、茶碗に移したくない人はまあパックでやってもいいんだけど、まあ、今回の場合茶碗にね持った方がいいんだよね。これね、ハーフベーコンこうやって乗せるの、まあ、4枚あるから4枚いっちゃおうか。こういう感じで並べるの、ね、で、まあ、なんかちょっとへこませてね、したらここに卵パカッと割る、はい、でこれで完成じゃない。ベーコン焼くっていうのは火通さなきゃいけないから、これでレンチンしていくんだけど、このままやっちゃうと卵破裂する可能性があるから、一回ね、フォークかなんかで、ね、卵黄にね、一刺ししとく、穴開けとく。そうすると気持ち大丈夫で、ラップしないでこれを2分間チンする。こうすると楽で、ラップしないで2分温めで、これをやることによってこの電子レンジの効果でベーコンにも火が入る、あと卵にも火が入るんで、ご飯もあったかくなって熱々の状態で食えます。これが世界一簡単なズボラ飯、ベーコン焼き丼。虚無ご飯を作るときに俺も言ってるんだけど、まあ、超雑じゃん。要は料理っつうのは雑な飯でもどうやって楽しむかが大切なんですよ。駄菓子とかさ、10円とかで買えるやつ、駄菓子とかさ、たまに食うとめちゃくちゃうまいじゃん。あのスナックよく行くんですけど、スナックってあのお通しで出てくるんですよね。ああいうのってたまに食うとめちゃくちゃうまいんですよね。でも世の中にはもっとうまいものもあるんだけど、たまに食うとそういうチープさ自体がうまかったりする。そういうチープさがうまかったりするんだね。そのチープさだったり雑さ、そういうのを楽しむのが大事。どんなご飯も楽しむのが大事なんです、皆さん。だから虚無飯ね、顔が気持ち悪いとかサムネで顔写すなとかいろいろ暴言吐かれますけども、虚無な状態で食う虚無飯はそれはね、それはそれでうまいっすよ。本当に最高なんだ、これ使える。こうやって食う飯はほら見て、あっちね、欠点はね、ちょっと熱いの。はい、器熱くなってるから気をつけて。ほら見て、めちゃくちゃいい感じに卵加熱されるの、ラップせんで。これやるとで、ラップしないでやるとご飯カピカピになるかと思いきや、このベーコンがね、いい感じで蓋をしてくれる。で、ベーコンがこうやって周りがチリチリになってるでしょ。だからこのベーコンの脂がね、ご飯に落ちてるんですよ。これがうまいの。この飯を楽しめるやつが最強だから、もう俺ね、食べていくんだけども、味の素3、4振りで、ここに醤油ね。味の素をやらんと旨味が足んなくて美味しくない。あのだから卵かけご飯とかでも味の素をねかけてうまいでしょ。醤油は好きなだけかけてね、はい、で日本人は旨味を尊ぶ品種だから、で、あの好みでね、胡椒ね、なければないでいいんですけど、あったらあったで、ね、ベーコン焼きご飯には
あの胡椒すげえわ。こういう飯を楽しめること人こそ最強だから、これで楽しめればもう人生何食っても楽しめるから。食事は何をどう楽しむか。だからたまに飲食店とか行って美味しくないなって思って言うのもあるじゃないですか皆さん。そういうところをどう楽しむかが一番大事なんですよ。あ、なんかこれなんか学校の給食みたいな感じするねとかさ、でもなんか懐かしいねみたいな、そういう楽しみ、こういう雑の飯をどう楽しむか、それを考えてた方が絶対に食生活が豊かになります。レトルトカレーとかでも食べ方によってはめちゃくちゃ美味しいんです。今回はね、調理というより語りになっちゃいましたけど、クブご飯ご飯です。じゃあできましたんで食べます。いただきます。これトロトロなんだよ。食べ方はみんなに任すけど、別にぐちゃぐちゃに混ぜて食べてもいいから。別に外で食べるわけじゃねえし、これ家飯だから、家飯は何でも許される。外で食べるときはちゃんとしなきゃいけないけど、もうぐちゃぐちゃに混ぜちゃってもいいから。俺はもうとりあえずこのままベーコン切って、うめえ、ベーコンってうめえよな。あとこのちょうどいい半熟になった卵がめちゃくちゃいい。やっぱね、味の素と醤油でだし醤油みたいな味になるんだよね。でもレンジにかけてるから、ご飯熱くなってるから、みんな気をつけてね。もうちょっと半熟がいい人は、電子レンジの弱めてもいいかもしれない。今回2分やったら、1分40秒とか50秒とかでもいいかもしれないね。これぐらいの半熟が1番目。お店ではできない、だから。もうこういうのはね、行儀悪いって言われてもね、いいんだよ。家で食う飯なんだから。いろんな調味料試せる。オリーブオイルとかね、バターとかもいい。オリーブオイル少し垂らす。これね、コクが出るんだよね。卵とオリーブオイルとベーコン、これの相性って最強だから。うめえ。オリーブオイルってコクが簡単に加わるからいいんだよな。ちょっとカルボナーラ風にしたい人は、ここにね、粉チーズや卵入ってるからさ、粉チーズめちゃくちゃ合う。こうやってさ、調味料かけながらさ、自分の味探して行って食べる飯、これめちゃうまいんだね。たまにこういうズボラ飯をバカにした人いるけどさ、本当につまんねえなと思うよね。こんなにうめえのに、こういう良さがあるのね。飯ってのはどうやって楽しむかだから。ああ、飯はね、どうやって楽しむかな。ズボラ飯でも食べ方で全然うめえから。うん、うめえ。これらはうまで、塩分高めの飯を食った後に飲む水。それとさ、ただの水でもめちゃくちゃうまく感じるな。食事をどう楽しむかっていうのは、もうほんと食べ方と考え方、食べ方と考え方が合えばどんな飯もごちそうになります。そういうことで、皆さんもこういう飯を楽しむ心を持ってください。じゃあちょっともう使い方が限界なんで、これ食って寝ます。じゃあ、覚えてないけど、仲間の一人がお漏らししてました。はい、あ、ちなみにスタッフ2つ、スタッフではないです。スタッフの名誉にかけて言っとくけど、スタッフではないです。それだけ覚えてる、それだけ。はい、まあとんでもない飲み会でしたね。はい、ということで、